ありがとうと言いたいベスト3発表でございます。見て、3人の人が5つけてる。よかった。やっぴー。今日はなんとエミリーさんが来てくれてます。こんにちは。こんにちは。エミリーです。重ねてる時間。知らないからだから。あっちのチャンネルでも言ったけど、知らないのよ。知らないエミリーさんを重ねる時間。すいません。ね、ライフスタイル本絶賛発売中です。ありがとうございます。もう大好き。もう年々いい女になってくな。そんなことないんですけど。年々いい女になってくな。本当エミリーは。チャンネルによってキャラ変えるの。やっぱほらね。こっちも品がいいですから。いや、品はいいんですけど、はい、ちょっとね。品がいいですよ。ちょっと裏用まで。はい、すいません。すいません。もう今日は、はい、本当にね、やりたかったこと、うんうんうん、エミリーさんと一緒に。今日は2020年、はい、出会えてよかった。ありがとうと言いたい。ベスト3発表でございます。よかった。3月ぐらいじゃ多分きっと。そうですね。もっと早くやんなきゃいけないね。いや、本当もう全然もうもはや2023ありがとうに入りつつあるでしょ。やばいね。やばい、もう本当やばい。ジャンルはもう問いません。はい。とにかくありがとうということを発表していきたいと。本当にお礼をお願いしよう。さあ、ということで私からいきましょうか。はい、お願いします。はい。第3位から。第3位、はい。もう見えております。見えてる。これです。このセット。マジで？セット？どうですか皆さん。いや、私だからさ、今日会った時びっくりしたのよ、はい、飛び出し方がさ、やっぱり飛び出してんなっていう。こちらもスカートも一応これすごい、ね、セットアップで恐竜みたいな。そうなんですよ、派手な色とか柄とか、うんうん、もう散々着てここまで来るともう今度は立体感求めてきちゃって 3D もう私が着て 4D みたいな立体。そうなんですよ。ただこれ着てるとやっぱみんながねすごくね喜んでくれるっていうか。確かになんかね、あのイメージ通りだもん、はい、私がだってこれを着てたらさ一回びっくりするでしょみんな一回、ね、しかもねさ、うん、これ赤と、うん、ピンクと黒持っております、うん、すごくないすごくない。はい、もうだから初め黒買ったんですよ、ね、ちょっとこれどうかなと思って着てみたらもうバチってあって、でしかもこれ衣装にもしてるんですよ。テレビ見ててもなんか全然問題いい感じだった。ただこのここが乳首みたいな。確かに乳首っぽいね。これで位置をちょっと下になるとどうしてもさ、はい、乳首がそうなの、下だとちょっと恥ずかしいよね。だからちょっとねそれだけはちょっと整えつつ気になるけど、これどこの何なんですか。いや実はこれどこの某有名ブランドじゃないの言われるんですよ。はい、あれでしょ。はい、あれです。そこのね。あそこのあれね。そうなんで、そこも素敵だなと思うんですけど、やっぱ高いじゃないですか、ね。いや高いですよ。そこは買えません、はい。桁がもうやばいじゃないですか。だってこれ作るの、はい、めちゃくちゃ大変だと思う。そうですよ。服作ってるから。これ多分やばいよねこれ。ほら。だってここへハギが入ってみたいな話じゃないですか。はあ、でここをこう飛び出させるにはこう。こう作らなきゃいけないわけでしょ。やっぱ難しいんだ。難しいもん、ね、これそう思ったらやっぱ安いんですよ。これセットアップで48,400円、税込み、うん、あ、安いんじゃない。これ安いですよね、うん、ここのお店は JNBY って言うんですよ、うん、JNBY、はい、って呼び方はちょっと分かんないです、はい、JNBY ね、調べてみよう、はい、で一応なんかね代官山アドレスのディセ2階にショップがディセ2階に一応ショップが入ってるみたいなんですけど、ここまで立体の洋服がなくて、やっぱこれ着てたらね一番反応したのがね DJ コーさん、ムラちゃん俺もさーって、もう柄はもうさ、もう柄という柄をもう来たのね。そうで一緒に番組やってるんですけど、うん、もうすごいんですよ柄のぶつかり合いで。そうだろうね。うんうん、そうだけどもうやっぱりコウさんも立体的に行くっつって、うん、あもうもう行きたい。だから立体なんだよね今ね。そこへ行った。ただやっぱね、うん、これホームページ見たら分かるんですけど、うん、まあやっぱりこういう立体的な服やっぱりなかなか着る人いないのかな。うん、いつも残ってるセールでこんな安くなるのみたいな。え私定価で飛びついて早くしないとなくなっちゃうと思うと飛びついてる、こんな安くなるのみた
いや、わかるよ。そう、だって、はい、どこに着ていけばいいのかわかんないもん。だって、素敵だよ。そうよね。素敵なんだけど、その、それを着こなす、うん、プライベートもこういう感じなの。いや、ただ、そんなことないよね。でもね、すごい好きなんです、やっぱり、プライベートの。派手な感じというか。派手な感じというか。ちょっとエッジが効いてる方が好きなの、ね、そうなんです。エッジが効いてる方が好きなんですよ。ちょっとなんか、足見な感じのシャツとか。なんかすごい好きなんですよね。なるほどね。でもなかなかそういうのって一目惚れするぐらいのものってなかなかないと思う。出会えないじゃないですか。なので、うん、これは本当にありがとう GNBY。 本当に。ちなみにこれ S サイズです。じゃあ私は M かなとか言う人がいると思う。いると思う。私真面目 L 買ったらめちゃくちゃでっかくて大きいんだ。そうで交換したんですよ。あ、そうなんだ。 M に交換したらもっと大きいからもう S で。いや、よかったよね、でもね、そういうのに出会えるっていうさ、うん、ことが、はい、なかなかないし、素晴らしいよ。じゃあ、これが3位なの？はい、3位です。私の、じゃあ次、はい、第3位。これもうね、全部ね、うん、なんか難しいの。ジャンルがね、ノージャンルだから難しいよね。で、わっ、ぶっかけのり飯。うわー、うまそう。これ、最高です。株式会社、うん、森屋。海苔と、かつお節と、かつお節と、青さ？そう。青さがね、すごい好きなわけ。美味しいね、青さね。青さの味噌汁とか、うんうんうん、これはもう、あったかいご飯にかけてもよし。納豆に混ぜてもよし。だし巻き卵の具としてもよし。これね、パスタにも合う。全部読んでるじゃん、お姉さん。最高。うわ、海よ、海。間違いないわ。海と、海のこう、乾いた海。うん、乾いた海。乾いた海。最高っすね。あの、食いかけ持ってきちゃったってごめんね。いやいや、いいんですよ。新しいのがちょっと家になくて。楽天で売ってる。楽天で売ってますって。見て、3人の人が5つけてる。よかった。よかったよ、3人の人5つけてる。すごいじゃん。いやー、これだし巻き卵もめちゃくちゃうまそうだな。絶対おいしいよ。いや、もうだからさ、困った時、うん、家に何もなくて、はいはいはい、みたいな時に、はい、もうご飯にこれかけてとか、2022ありがとうぶっかけのり飯森屋さん。森屋さんよっ森屋。さすがでございますから。お願いします、ね、森屋さん。渡辺エンターテイメントです。送ってください。送ってください森屋さん。いや嬉しい、はい、3位まで。3位番外編とかあるの？ あります。私に1個だけ言わせてください。はい、じゃあ番外編で。ありがとう、はい、番外編。ユースキンリリップキュア。これリップなんですけど、うんうん、薬用リップなんですけど、うん、ずっとリップ難民で、うん、分かる。私はやっとこれで出会えた。本当に出会えて、もうありがとうございますです。いや、でも唇結構リップ難民の人多いと思う。めちゃくちゃ多いですよね。なんか可愛いのおしゃれなとこから出ても、はい、すぐ荒れたり、塗った瞬間にここになんかついてんじゃないかなみたいなガサガサ感があったり、あったりとか、いろいろ買って試してダメで、うん、そうしたらですよ、うん、ついに、ついに、うん、NHK の朝市、うん、これを2週間使って、うん、つけてみるっていうロケをしたら、うん、綺麗に、なって、で、ユースキンのこのリップが、うん、第三医薬品なんですよ。だからちょっとやっぱり普通のこうナチュラルなやつよりはちょっと強めなんですけど、はいはい、半年以内ぐらいで使い切った方がいいですって。あ、そんな。でもこれって結構あるじゃん。結構あります。結構あるよね。はい、しかも黄色い。黄色なんです。はい、黄色で、これスティックも売ってるんですけど、うん、このバームの方がいいんです。バームのなんか、うん、成分が違うらしくて、うんうん、で、これをまた手でつけること、指でつけることによって、うん、なんかすごくちゃんとつけるんですね。量も多く取るし、なるほど、うん、で立って、うん、やっぱ横に塗るのが良くて、うんうんうん、だって口紅塗るだけでも私ダメだもん。そうですよね。もう口紅をテレビの時に私普段つけないから、はい、つけられるともう嫌で嫌でもしょうがなくて。そうなんですよ。私もやっぱりすごい色のどぎついのにつけてるから、うんうん、荒れるんですよね。荒れるよね。結構もう割れちゃってるよぐらいのガサガサだよっていう人はこれ言っちゃっていいかもしれないですね。あ、そう。ありがとうございました。本当に良かったですね。良かった。ジュースキンさん、ありがとうございます。助けられましたね。助けられました。ありがとうございます。はい、ありますか、番外編。私、はい、
いいね、あ、本もね、番外編知りたい。お、林真理子さんの出た成熟スイッチ。真理子さんの本はね、面白いですよ。あのこの年になって、はい、なんか面白さが分かるようになってきて、うん、そのやっぱ46になると、はい、こうどうやってこう年を重ねていこうかなって、うん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 、重ねる時間じゃない？重ねる時間ですよ。でそのどう成熟していくのが正解なのか、うん、で50代60代の上の人を見てると、はい、いい例もあればああはなりたくないなっていう例もあったりして、そう如実に出ますよね。そうなの、うん、なんかその言葉の選び方だったりだとか、はい、なんか人との付き合い方だったり、はい、その年代によって全然その人で変わっていくっていうのをすごい書いてあって、最近やっぱなんかその私もバタバタしてるから物語が読めなくて、なんか世界にあんまり入れないから、こういうちょっとこう人としての本を読む方が面白くて、もうこれ大事だと思う。人生俯瞰する、そう俯瞰力なんですよ。そう俯瞰力で言ったら山下秀子さんの断捨離の俯瞰力っていう本があるんです、うんうんうん、それもめちゃくちゃおすすめです。あ、本当、はい、でも確かにその俯瞰力が一番最近私はもうこれもそうだけど気になる。さすがでございます。やっぱりすごいお会いしたい人の一人。ああ、もうこう言ったら絶対お会いできると思いますよ。大人になるって大変だなって思いながらも面白がってね、生きるっていうのが大事だなっていうのを、なんかすげえ真面目な話してる。いやいや、いいんですよ。ありがとうございます、はい、いや楽しいですね。でなんかやっぱりノージャンルだから面白いですね。いいね、なんかいろいろ出てくるもんね、はい、その美容液ファンデーション使ったら中からなんか明るいみたいな感じで、背中が筋が入って、いやここの下着のこういう線が出なくなったし、すごい。2人でもやれます。あ、2人でもやれますから2人でもやれます。